こんにちは。大阪府出身、愛媛在住の山崎真奈です。私が愛媛に来て一番最初に驚いたことが、お魚の美味しさです。特に宇和海に面した南予地方では、養殖業も盛んで、黒潮が流れ込むことでできた潮流のおかげで、身の引き締まった美味しいお魚が育つんです。そこで今日ご紹介する商品は、その自然の恵みをたっぷり受けながら育ったお魚を使って作ったこちら、コモネットさんのお魚レストランセットです。マダイのバジルソース、麦味噌、カンパチの藻塩麹漬けなど5種類10個セットです。主婦と一緒に開発したというこちらの商品、調理方法はとっても簡単。電子レンジや湯煎で温める、もしくはフライパンで焼くだけ。調理の仕方で味わいや風味も変わります。出来上がりました。早速いただいてみます。うん、バジルソースのいい香りです。本当にレストランのお料理のようです。魚特有の臭さもありませんし、とっても美味しいです。一つのセットでバラエティに富んだお魚料理を楽しめるのも嬉しいですよね。こちらの商品、日持ちもしますし、調理方法も簡単なので、今晩の晩ご飯どうしようかなと悩んだ時の救世主にもなりそうです。冷凍庫にストックしておくのもいいかもしれません。愛媛の恵みをたっぷり受けて育ったお魚、皆さんも召し上がってみてください。